ハロー、タチャハオ、こんにちは、シャンメイです。本日はファイナルファンタジー14シーズナルイベント、エクアント第2回配信を撮っていきたいと思います。前回と同様に、いちかさんのサブ、りつかさんに来ていただいております。というわけで、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。というわけで、後半ですね、ののっとさんに話をしていこう。もう、これ、鶏が多すぎる、この世界。来てくれてありがとうなのです。お渡しする品は3種類用意してあるので、良さそうなものを選んで渡していただけると。お手伝いを開始しますか？はい。どんなお手伝い？お手伝いしてもらえて助かります。冒険者さんにここをお任せしている間に、この作業着をきれいに洗ってくることにするのです。配布が終わったら、ジリちゃんに報告してください。任されたな。この場を。この場の責任者だ。何も、特に説明がなかったけど。飾り付けが終わりましたので、報告のため戻ってまいりました。どっかで見た感じでした。都市民の皆様がエッグハントを楽しめるよう、私も飾り付けに協力することにしたのです。束の間の祝祭をあなたも楽しんでくださいね。協力の礼に品物を配っているのですか？何かをいただくほどのことはしていないのですが、これも祝祭の一環、ありがたく受け取りましょう。どれを渡す？ 1. うさぎと鶏のぬいぐるみ、 2. 焼き菓子入りの飾り卵、 3. 華やかなアルコンエッグ。どれでもいいのかな、これ。焼き菓子の飾り卵あたりを。まあ、素敵な飾り卵、それにこの香り、焼き菓子が入っているのですね。後ほどお茶と一緒にいただくことにしましょう。それではあなたも良い一日をお過ごしください。いや、君もエッグハントに参加していたのか。こっちは冒険者ギルドの打ち合わせだったんだけど、その流れで飾り付けを手伝うことになってね。エッグハントの季節になるとウルダハモを装飾してくれているから、今回は私もお手伝いをしようと思ったのよ。協力者に俺の品を配ってるって？そういうことなら遠慮なくもらっておくか。同じものも渡せるんだ。でもどう見てもカーラインカフェの方ですよね。ということは、今度こそ焼き菓子入りかな。飾り付け卵の中に焼き菓子が入っているのか。飾り付けで疲れた体に甘いものはたまらないね。じゃ、リムサロミンさんに戻る前にミューヌの入れた茶でも飲みつつ食うとするか。それはいいアイデアね。さて、僕たちはそろそろおいとまするかな。またカーラインカフェに顔を見せておくれよ。正解がわからぬ。あ、草木を愛するウサギさんですね。飾り付けをしていたら鶏が懐いてしまって、気づいたらずっとついてきているのですが、ポーリンさんの鶏なのでしょうか。鶏の世話で大変そうなのは遠目に見てたので、最初は驚いていたのですが、おとなしい子でよかったです。
無事に飾り付けも終えられました。お礼の品をいただけるのですか？飾り付けを楽しませてもらったというのに気を使わせてしまってありがとうございます。ウサギとニワトリのぬいぐるみ、わからん正解が。このぬいぐるみの触り、このぬいぐるみの触り心地はとても気持ちがいいのですが、どんな植物を素材に使っているのか気になってしまって、これがいわゆる職業病なのでしょうか。ではこの子ポーリンさんのもとへ送り届けてきますね。なんかわからなかったがいいのだろうか。じゃあジリアリアコーさんに、あ、ののノッタさんと話せる。お礼の品の配布ありがとうございます。おかげで作業着もきれいにしてこられました。あとはジリちゃんへの報告をお願いするのです。ジリさん、シャメイ、協力してくれてありがとう。お礼の品、みんなの反応はどうだった？そう、喜んでくれたならよかった。おや？私の作業も無事に終わったものの、気づいたらモーグリ族とシルフ族がこんなに祝祭のにぎわいにつられてここまで来ちゃったのかしら。モーグリ族からはクッキーもおねだりされちゃって、追加でクッキーを焼かないと足りなくなりそうだから、またポーリンさんに卵をお願いしないとね。なんだかいろいろとあったけど、ウサギとニワトリで楽しく飾り付けもできて催しは大成功よ。シャンメイもみんなに混ざって楽しんでいってね。あ、コンプリート。ノノッタに話しかけることでクエストエッグハントに彩りを添えてのお礼の品配布を再度プレイすることができます。またグレードローム農場のポーリンに話しかけることで以降もエッグドリーム経営者のフェイトに参加することができます。卵が足りない人は再度やれっちゅう感じかな。アチーブメントアンロックトチキンシンプルイズベスト。この人に交換してもらう。うんうんうん。でもチキンヘッド、チキンスーツはすでに持っている。のベースの下にあるなんかだね、あの、ほうほうほう、ハウジングのポーチか、うん、食事か、マジックプリズムか。これ去年のと一緒だよねきっと。さすがに。何が？ああ、あのエッグハント。うん、マジックプリズムエッグハントの花火は。多分これは一緒じゃないかな。さすがに一緒だよね。私もまだ持っているので。じゃあこのエッグハントプッティフールでもらっとこうかな。ちょうど5個あるし。卓上。さて、どうやら町の中の人の様子が違うようなので、ちょっと見に行ってきます。さて、町中にいる人のセリフが結構違いましたので、ちょっとこの辺話しかけていきますかね。じゃあ、この気難しい休日誌のニワトリさんに。なんだ、お前、こんな格好した俺を冷やかしに来たのか？おいおい、そりゃないだろ。私たちは、休日誌ギルドを代表してこの祝祭に協力してるんだ。愛想よくしろって。くっ、こんなことなら不用意に引き受けなければよかった。こんな諦めの悪いやつは放っておいて、あんたは祭りを楽しんでいってくれよ。かわいい。よし、じゃあ次のところへ。さて、こちらマーケットの手前になりますかね。
話しかけていきますか。この友好的な空族風のウサギさんと、ひょうひょうとした空族風のウサギさんと、威勢がいい空族風のニワトリさんですね。ったく、こんななりの時に会いたくない奴が来やがったな。そっちは冒険者らしく、この妙な祭りの手伝いでもしてたのか。私たちはちょっとした野暮用でここに来たんだけど、取引相手にこの着ぐるみを渡されてね。それであれよあれよという間にこんな状況ってわけ。まあ気分転換ぐらいにはなるってもんだ。その分ギャラも踏んだくったし、適当なところで撤収するさ。またパロック係留基地で会おうぜ。ふむ、なるほど。ではアプカルタギの付近までやってまいりましたので、売れっ子の世話役ニワトリさんと、売れっ子そうじゃないにウサギさん、護衛なしに出かけるなら変装はしないと。この着ぐるみならお忍びスタイルにぴったりですね。これ暑いし動きにくいし、すっごく暗い。絶対頭までかぶらない方がいい。なるほど。ちょっとというわけでエンディングなど着替えているなどなど、よいしょ、はい。さてでは今回はここまでにしたいと思います。ご覧いただきありがとうございました。また他の配信でお会いしましょう。そしていちかさんも、ありがとうございました。ありがとうございました。では失礼します。